はい、というわけでね、始まりました。遊戯王デュエルリンクス実況動画パート1。今日はね、始めたばっかなんだけど、城之内とね、対戦していきたいと思います。で、まあ僕は闇遊戯を使ってるということで、まあ一応ね、僕遊戯王経験者なんで、まあデュエルのね、仕方とかよくわかってますのでね、はい、やっていきます。いくぜ遊戯、デュエルだ。デュエル。でね、一応スターターデッキみたいなの使ってるんだけど、それが強いんだよね、結構。行きましょう。先行でね、本当はね5体、モンスター5体、トラップ魔法5体5枚なんだけど、おすげえブルーアイズ、ブルーアイズ近いよ。デュエル、俺のターンだ。行きます。じゃあセイントワード召喚。よし、モンスターを攻撃表示で召喚。いやー、すごい、見たことないわ。ターンエンド、ターンエンドだ。俺のターン、ドローン、キックせ、モンスターを攻撃表示で召喚。なんすかね、ドローン、これ、ターンエンド、いくぜ。これさ、お手が攻撃表示で召喚するか、普通カードを引くぜ。エレメントで見る。じゃあ召喚しようかな。よし、モンスターを攻撃表示で召喚。ぽいな。じゃあこれ場を使おうかな、場を。効果発動、場を。装備魔法発動。手札を1枚墓地に送る。じゃあまさき、バイバイ。うわ、超強くなった。いきます。いくぜ、モンスターで攻撃。ドローンを破壊。よし、あとで3000弱いかよ。すげえな、ダイレクト2200、超強いじゃん。そう、このブルーアイズドラゴンね、事前登録でもらったんだよ、ね、まだだ。いやー、すごいね、言われるです。で、城之内あと1200。もう僕は無傷ですね。はい、でもね、正直そんな強くない相手はね、まだ。はい、2戦目ドローン。次ドローン。おお、強い。またドラゴンゾンビ。まあね、ここは動画としてブルーアイズを召喚していこうか。いきなりサクッとつなげて、ブルーアイズホワイトドラゴンで、コラビナワーストストリーム。あれ、コラビナワーストストリーム。これで終わりだ。モンスターで攻撃。よし、オーバーキル。やっぱり遊戯は強いぜ。ありがとな、俺の。よし、デュエル結果。うん、お、なんかレアのもらったね。スライム増、スライム増殖炉。まあいらないっすね、あんま使わないっすね。いやー、じゃあ最後、僕の今のデッキ、現在のデッキを見せて終わりにいきたいと思います。次回はアルティメットライジング20連いきます。はい、というわけでこれはマイデッキでね、見られるんでいきましょうかね。こんな感じですね。エレメントデビルが2枚で、ブルーアイズが1枚、ブラックマジシャンが1枚、あとね、こいつスカイハンターが1枚で、ドラゴンゾンビが1枚で、マサキが3枚の、これで大活躍、セイントバードが3枚、インプ、これ強いんだよ、意外にインプ。はい、でこれが2枚で、グレムリーが3枚で、バオー1枚、こいつね、トライゼ1枚、これ強いんだよね。攻撃力500ダウンするとバトルフェイズ中に2回攻撃できるっていうね、レアの中ではだいぶ強いやつですね。で、次、勇気の旗印。これはね、原作でも結構前に使ってましたね。はい、僕が小学生の時に。というわけで、はい、というわけでどうだったでしょうか、パート1ね。まあ短かったんですけどね、楽しんでくれればよかったですね。というわけでパート2もよろしくお願いします。チャンネル登録はこちらからできるので、ぜひしてみてください。というわけで、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。デュエルリンクス、バイバイ。